샤가다 카즈코 ザ・ペンナーズわらび昭和歌謡研究部ペペ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 。今日もね、うん、朝からこの収録なわけ私たち。遠かったね。遠かったね。北極からね。そうそう。南極？南極か北極かどっちもだとは思う。どっちもか。あれだね。今日はちょっと静かだね。今日はそうだね。なんか風の音が聞こえる。なんかゾウ。これはエアコンの音？何の風の音かな。めっちゃ聞こえるね。今日は静かだけど。2人で頑張ってテンション上げていこう。それでは早速、うん、昭和歌謡演奏部、うんうん、今回はどんな曲？今回はあれよ、布施さんの布施明さんの代表的なヒット曲をちょっとミュージカルチックにしてお届けしちゃうよ。あの曲かな。レッツ演奏昭和歌謡。ピピ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 ピ。だってさ、もうどうよこのセリフ。布施明さんはね、うん、1947年の、東京生まれで今71歳なので、71歳には見えないと思うんだけど、65年ね、1965年のレコードデビュー以来に、NHK 紅白歌合戦25回も出ちゃったんだってよ。国民的歌手だよね。うん、かっこいいよね。かっこいい。でね、さっきね、歌ってた、君はバラより美しいは、あの彼の代表曲になったって、で、紅白でなんと4回も歌っちゃってんだってよ。大人気。すごいね。ほんとすごい。だから、私たちも紅白に出るためにそういうヒット曲を生まなきゃいけない、ね。どう思う？わらびのテーマ？そう。そうだよ、わらびのテーマだよ。歌ってみて。わらびのテーマを歌うの？私が栗原って歌うの？うん、歌うの？歌うんだよ、紅白出ないと。あの後で打ち合わせしよう。打ち合わせで、うん、それじゃあ次のほら次のコーナー行くよ。次のコーナー行くよ。はい、うん、次は、はい、続いて昭和歌謡研究部です、うん、どうぞ。もうダメな2人だと思ったことあって
はい。おいおいおい。はい、ちょ。今日も部活ご苦労さん。今日もネタをレコードを3枚。今回のわらび昭和歌謡研究部はここまで。また次回。9月だからね、どんどん寒くなってくから、みんな体には気をつけてね。気をつけてね。じゃあバイバーイ。バイバーイ。バイバイバイ。君は笑った。変わっただった。変わった。